こんにちは。将棋ウォーズ56.1%1級。寝る前に行きます。最近調子がいいんだけど、将棋クエストで俺1650ぐらいなんですけど、レートが。試験飛なんか車。めちゃくちゃ負けましたね、昨日。めちゃくちゃ負けたんで、ちょっと自信なくなってきたな。で、角交換四間飛車でいきます。畳の囲い。形見の囲い。ああ、穴熊か。変わった感じですね、なんか。銀引くんか。銀引くんですかね。手損が、金で蓋するんだ。そういうのもあるんですか、穴熊って。よく分かってないんですけど。なんかどっかしらで隙が生まれそうな感じがなくはない。美濃囲い。なくはないが、ここはないか。ないよな。ああ、ウキウキ。浮くんだ。交換を避けたってことですかね。高みの囲い。いろいろ打ち込める場所が生まれそうな風はあるけど、馬作って得なのかっていうのは分からんですが。こことかなりてえけどな、なれるもんなら。あるいは桂馬を跳ねていきたいですかね。この桂香がなかなか使いにくいですよね、角交換。そうでもないのかな。銀上がって桂跳ねてっていう形にしたいんですけど、飛車が多いからね。相手からの狙い筋は、そんなないんじゃないかな。角は打てないし、角も、打ちどころはなさそうですよね。寄せていくぐらいですか。でもこれ金に紐ついてないですもんね。こう上がるんかな。銀をどう使っていくんでしょうか。桂跳ねたかったけど、跳ねさせてくんないと。まさか回っては来ないでしょう。あんま手がないですね。ここでもつきますかね。高美濃にしてるから、この歩は一応今のところは大丈夫。銀立つんですかね、これ。銀立つはやばい気がするけど、角とか。あるんじゃねえのかな。ここついてもね、交換できないからね。飛車交換はむしろ望むところやが、同歩で。
どうだろうね、これついてどういうふうに7二角はどうでしょうか。でもここどうだろうね、やってみる。飛車交換はこっちがいいと思いますが、7二角大丈夫じゃないのかな。7二角打ちたいよ。飛車狭いし、この歩をスパッと歩突く手は同飛車で、まあ7八角とかあるんかもしれんが、まあ銀に当たってるし、角合わせてはどこに合わせても逃げる形で、これはこう行きたいですよね。金上がりですか。これはどうしようかね。まあ今すぐに何かはないけど、まあここに置いといてもいいのかな。悩みますね。歩突く手は、まあ、銀上がるとか、銀上がり銀上がりでやってみますか。突かれる手はもう無視で、こういっちゃうと。7分でも銀タックルいっちゃっていいんじゃないかな。金寄るかな、取る、どっちでいくか。飛車馬ですかね。なって回ってくる。これ切ってもいいけどな。切っても割り打ちいきますか。割り打ち金寄る、なる、取る、まあ決めとくか。割り打ちの銀、まあと金入る手もあるんかな、両方紐ついてるから。まあ浮いてもいいような気もしますがね。飛車なり、浮いときますかね。切った方が良かったな。これは回ろうかな。歩打ってもいいかもしれんな。歩打ってみますかね。叩きの歩。とりあえず回ってくるかな。そっちか。これはですね、こう取ろうかな。こうか。玉出てくるか。すげえチャンスな気がするこれ。こっちかな。でもこれこうやって5分
ちゃって。これも取っちゃって。めっちゃ金銀持ってる俺。まあ取るか。銀。積んでる？銀。上がるしかないよね。馬入る。積んでんじゃねえのこれ。見る。これ上がるしかないもんね。で馬入ってこの3択、あ2択か。あれどっちも金打ちで詰みじゃね。金打ちこういくしかない。で、金、頭金で。ありがとうございました。さすがの切れ味じゃ。いやー、よかったよかった。ノーズ。